ありがとう公演。ありがとう。四国とマイカーの対バン公演でした。あさって山口芸人になるかもしれないから、ね、え、ほんまに？え、嬉しい。対バン。ありがとう。無料だから見に来て。そう今日三つ編み。え、ま、中学でね、子供っぽく見えるのかな。三つ編みだから。こんばんは。初めてですね。ツイン三つ編みは。ツイン三つ編み初めてしてもらいました。ありがとう公演。私も楽しかった、めっちゃ。こんばんは。なーに、待って、今日さ、なーにねえ、間違えちゃった自己紹介。もう定期的にやるんだよ。半年に1回ぐらいのペースでやっちゃってるかな。半年に1回、3ヶ月に1回、半年に1回、3ヶ月に1回ぐらい。せーの、ねえねえあずに、はーい。なーに、わかんなくなっちゃったの急に。そう、なーにかわかんなくなっちゃった。前もやったこと、初めてじゃないですこのミス。3ヶ月に1回ぐらいやっちゃう、このミス。半年に1回かな。はーいって、はーいって。でも本当に今日はたくさんクアトロいっぱい、会場いっぱいに来てくださったんですけど、買ってきてくださってたんですけど、熱量がすごくて楽しかったですね。公演、やっぱり公演というものは好きだなと思いました。公演は楽しい。みんななんだふわふわ、え、確かにふわふわしてた確かにね、ふわふわしてましたね、今日は。なんかこれまで以上にふわふわしてた。今日のうっかりあずみんはあるんです、これ。今日のうっかりあずみんはね、あるのよ。あのね、昨日くるくるの家に泊まったじゃん。でさ、その着替えとか、さっきまで実はくるくるの家っていうか、まあ、くるくるが今いる隔離部屋隔離部屋と呼ばれている場所にくるくる今いるんですけど、その隔離部屋と呼ばれている場所に泊まったんですよ。くるくると寝て、でその着替えとか荷物置いてたのね。で今日朝からくるくるとまたレッスンがあったから、公園の前に。だからその大荷物になっちゃうからっていうので、そのくるくるの部屋に荷物だけ置いてもらってたの、置かせてもらってて。でさっき公演終わって取りに行ってきたんですけど、取りに行って実家に帰、実家じゃないわ、この我が家に帰ってきたんですけど、そのくるくるのいるお部屋に財布を忘れてきちゃうっていう、私財布忘れて出てきちゃって、気づかなくって。でレッスン終わってクークとご飯買いに行こっかっつってコンビニ行こうってなって、バッグの中あさった時に気づいて、あれ財布忘れたでクークに「ごめんクルクル財布忘れたよ」って言って買ってもらいました。今日のお昼ご飯代わりに、そう買ってもらって、さっき財布をゲットしてお金返したけど、一時的に買ってもらったぞ。こんばんは。確かにサザエさん、確かに
サザエさん前もね、なんだっけ、何で忘れとっちゃったんだっけ。そう、うっかりしてました。なんか2個袋、2個荷物の入れるバッグ持ってってて、あ、そう、コンビニ持ってくの忘れたんだ。そうだわ、本当にうっかり。これもガチですガチです、もうガチガチ。もう払ってるからね、くるくるにはちゃんとちゃんと返してます。お金は返した。そうだ、チーズ買いに行った時に忘れたんだ。ローマ版25、なかなかね、なかなかです。なか20結構上げるの厳くって、もうね、加速時間とかが足りない問題で厳いから、研究でめっちゃ上げました。うん、研究で上げた。誰かと一緒の時でよかったら一人の時で分かんない。え、本当に本当にそうなんよ。一人の時だとね、泣いちゃう、コンビニの中で。こんばんは。パワーぶち上がってた。え、本当？公園？パワー、激パワー、マンパワーでした。楽しかった、マジで。公園楽しい、公園好きなんですよね、私。でもね、あのね、ステージが好きなんですよ、ステージが。パフォーマンス、ステージっていうものが好きだから。公園は大好きですね。確かに生活に、え、なんかね、前も言ったことあるかな、やっぱね、四国でいる時が、あの、四国でいる時が一番、なんだろう、キャプテンになってどうしてもフェスとかも、まあ、僕隊の公演とかも、花垂の公演とかも、なんか STU で動くみたいな時にいたら、エンジン回したりとか、これあれ、これした方がいいのかな、あれした方がいいのかな、これした方がいいのかなとか、あ、こここうして、ああした方がいいのかな、なんかいっぱい考えちゃ、考えながらその 日を、時間を過ごしてしまうんですけど、四国の時はなんか、あかりんさんが四国のリーダー、四国リーダー、四国キャプテンでいてくださるのと、やっぱお姉さんいっぱい、なんなんかな、本当にそう、何も、うん、落ち着く場ですね本当にそう、お姉さんに囲まれて、かりんさんに囲まれて、本当にね、四国が一番私の落ち着く場だし、いい意味で何も考えずにいられるのが、本当に本当に四国だけかも。いい意味でね、いい意味で、こう何も考えずに、考えすぎてこう気回してとか、なんかしすぎなくていい場所って感じです。え、アイメイク違う。あ、でもね、ちょっと目の上キラキラさせた。
ステージの上が一番好きだな私やっぱり。そう甘えちゃいますとか四国にいるとね。うん。え、クエスト楽しみ。楽しみですめっちゃ。席帳に書いてもらったサイン見て毎日にしてくちょっとやだよ。え？ニヤニヤしてなさい一生。こんばんは。え、初四国行きたい。え、行きてほしい。四国来てほしい。え、もりもりさん、ありがとう。四尺玉？ありがとうございます。四尺玉タワー。四尺玉タワー。ありがとう。待ってよ。ちょっと今日手持ちだから。ちょっと。明日。明日配信来てください。ちょっと明日お礼書くね。明日の配信来て。四尺玉タワーありがとう。まりまりさん今日もありがとうね。見に来てくれて公演ありがとう。ありがとうございました。ありがとうね。ありがたわだ。見つけたよ。今日も見つけた。疲れ。でも元気な疲れです。25日に向けて。あと今一踏ん張りみたいな感じなので、そこを終えて頑張ります。いやまたね9月もね忙しくなりそうな。でももう8月終わっちゃうよ。みんな8月もだって21日でしょ。あっという間に終わっちゃうよ。8月も絶対もう終わりを迎えようとしてるね。早い本当に。でローモバのゲームイベントは明日の6時までです。なんだけどね明日さ6時ってちょうどねお仕事をしてるんですよね。ちょっとだからね6時ちょっとねその瞬間ゲームつけるかどうかさちょっとなんともはっきりとさ言えないんだよね。時間の合間を見てゲームこうあれしたいけど、もしかしたら6時のゲームが終了の時点ゲーム参加できない可能性もありそうで。あ、20いけそう？え、そう。今日ね、ツイッターにも出したんだけど、あ、X か、X にも出したんですけど、そう、ローモバ、20達成してる方には、ステッカーがね、全員にプレゼントされるので、めっちゃデザイン、可愛いデザインのステッカー作ってくださってるのでね、今回、あれぜひともゲットしてほしい。20、白レベル20ね。超えてほしいです。頑張って。明日の6時までです。6時までありがとう。本当に1ヶ月 2.5 期の勝利を目指して。25ハードル高いね。ね、24までは頑張っていけたんですけど、私も25厳しいなと思いながらやってます今。25厳しい。結構狭場。お、ありがとう。嬉しい。ロゴかわいい。そう、あずみにみにだよ。ありがとうね。
打ち上げた五尺玉消えるたび枕で。五尺玉の花火ってどんぐらい大きいんだろう。五尺玉と四尺玉ってさ、どっちの方が大きいんだろう。資源丸くわからんか。え、本当に？でも私もね、今ねあるんよ資源結構。うん。台風来て26日。え、来てるよね台風。なんか見た情報。マジで？台風消えて。台風消えて。え、夢はつまみまだいる。五尺玉、五尺玉の方が大きいんだ。あ、明日できるんだ。台風の季節がやってきちゃうんだね。でも、え、広島直、広島ってかまだ今年来てないんか。広島には来ないでほしいよ。台風来ないで。吹き飛ばそうみんなで台風。こんばんは。あ、どこに来るかまだ。あ、そうなんだ。そういうことね。もう飛ばそうみんなで彼方へ。台風を彼方へ吹き飛ばしちゃいましょう。え、25日ね、本当に行けなく、え、本当にそうだよ。マジでね、もう私たちもだってめっちゃ頑張ってるから25日に向けても、もしなんかなくなったりとか、みんな見に来れないとかってなっちゃったら泣いちゃいます。結構悲しい。結構悲しいです。私最近雨女発揮してないからちょっとね、ちょっと大丈夫だと信じたいです。でもさ、なんかね、スタッフさんに言われたのが、25日に向けて頑張りすぎてて、マジで25日終わったらみんな燃え尽き症候群になるよって言われてるマジでほぼ毎日レッスンしてるんですよ。レッスンしながら25日までやってきて、まあもう固め作業みたいな感じなんですけど、今通したり。本当にね、燃え尽き症候群なっちゃいそう。で、燃え尽きないように結構ね、私ね、多分 2.5 と3ね、ツアーもね、割ちょっと燃え尽き症候群になったんですよね。7月からブワーって走って、千秋楽でバーやり終えて、燃え尽き症候群ってちょっとなっちゃった感じあるので、そう頑張ります。そうだね、舞台も始まるしね。お稽古とかも9月ぐらいから始まるので、舞台のお稽古もいろいろとね。それが終わった後もまあ副フェスもあったり、いろんな恋ラジもあるし、いろいろ舞台もあるし、広め直そびもあるし、いろいろあるから頑張ります。じゃあ誕生日ます。10歳今山吉さんありがとう。12位とちゃまやさんありがとう。11位ひかやんのこうさんありがとう。10位りおさんありがとう。9位かぎさん17さんありがとう。8位くまねパパさん
ありがとう。7位ぬしーさん、ありがとう。6位みょうこうちゃん、ありがとう。5位くにまるさん、ありがとう。4位けいせてぃんさん、ありがとう。3位リリーマスさん、ありがとう。2位ひげめがねさん、ありがとう。そして1位はもりもりさん、たまありがとうね。明日お礼書くから明日の配信も来てね。ありがとう、ありがとうございました。おやすみ、ありがとうね。今日の公演もありがとう、楽しかったです。ありがとう。